皆様、お待たせしました。バイクあるあるやな、撮影あるある。みんなで FJ ピクニック&キャンプだほい。告知です。告知です。4月8日9日で、ここオフロードランドミオで FJ ピクニック&キャンプだほいやります。4月9日は4区の日なんで、それに合わせてやろうかなと思います。詳細はインスタの方で上げたいと思ってますんで、ぜひ参加したいと思われる方はぜひとオープンチャット、 LINE のオープンチャットで細かい詳細は伝えていこうと思ってますんで、とりあえず参加したいという方おられましたらですね、ダグさんに DM をいただければありがたいかなと思います。今日の動画見てもらった通り、今回のピクニック&キャンプだほいは空撮撮ります。皆さんの空撮を撮らせていただこうかなと思ってますんで、ぜひですね、来ていただければありがたいかなと思います。ここオフロードランドミオを8日9日にここ貸し切ります、はい、なのでキャンプサイトもたくさんありますし、ここもオフロードコースもいっぱい走れると、走り放題でございます。値段の方はインスタの方に流しますんで、まあ、詳細見ていただいて、もし参加したいなと思われる方は、オープンチャットの QR コード送りますんで、そこでまた細かな詳細をね、伝えていこうと思ってますんで、ここを流してもらってね、走るだけでもすごく楽しい、いい経験になると思いますんで、さっと走って、ちょっと待って、鼻でいいんだ、さっと流してもらって、走るだけでも、ほんまいい経験やと思うんで、ぜひね、ここ、オフロードランドミオでですね、軽く走ってもらったらどうかなと思います。はい、写真撮影もちょっと面白いの考えてますんで、このね、ミオの動画 YouTube に上げてますんで、どんな感じのキャンプ場なのかはそちらの方を見てもらったら、ここの素晴らしさは分かると思います。まあ、ちょっと肌寒いぐらいかな、春やし、ちょっとした暑いかもしれない、ちょっと微妙な感じだね。だから、まあ、今日みたいにね、今これ、1月撮影してるんですよ、1月みたいに寒くはないと思うんで、気軽に参加できると思います。で、ピクニックだほいっていう名前にしてる部分は、デイキャンプの方なので、ピクニック気分で、デイキャンプを楽しんでいただければなと思ってますんで、キャンプできないよっていう方も、サンドイッチを持ってきて、ござレジャーシート持ってきて、あのピクニックを楽しんでいただければなと思います。はい、というわけでたくさんの方お待ちしてますんで、待ってます。